建設開始から3年目、いよいよ新球場完成年度となりました。令和4年5月末現在で 81% の出来上がりです。あいにくの雨模様となっておりますが、今日は F ビレッジ建設地見学会にやってきました。たくさんの方が朝早くからこちらの方にいらしています。私もこれから中の方へ入ってみたいと思います。たくさんの方が今フィールドの説明を聞いています。でレフトの奥、右手の奥の方に建物が一つ見えていると思いますけども、あれがハワイレブンという一番上のホテル、カメラを、ね、片手に写真を撮っている方がたくさんいらっしゃいます。それだけもうこのボールパークにかける期待度が大きいのではないでしょうか。想像はしてたんですけども、それのはるか上を行ってますよね、やっぱりね、現物は。いやもう本当に素晴らしいの一言です。もう来年ワクワクしますね。驚きです。建物ですね、外観と景色と。びっくりしました。お疲れ様です。いかがですか、感想、一言。いや、多くの市民の皆さんが来ていただきまして、大変嬉しく思ってます。すごく楽しみにされてるようですよ。そうですね。私も楽しみにしてます。施設の中に入りましたが、もうたくさんのウッドで説明が聞こえないほどの熱気がありました。車も駐車場いっぱいだそうです。とにかくもうみんないっぱいいっぱい。それだけ北広島市民の皆さんの期待も大きいんじゃないかと思います。さて、新球場の外観や F ビレッジ内の進み具合はどうかと、周辺道路を車と徒歩で回ってみました。まずはレクの森側から回ってみると、このガラス壁が圧倒的なスケール感で迫ってきました。F ビレッジの中に立つマンションの建設も進んでいますね。それと周辺のいろいろな施設工事も行われていますよ。この辺りは西側の一塁側エントランスですね。このエントランスには歴代のファイターズのレジェンド選手や監督の名前が刻まれるそうです。スタジアムの名前、エスコンフィールドの大きな文字も貼られていますね。こちら側にあった可動屋根を組み立てていた緑色の鉄骨ヤードが解体されてすっきりしてきました。道路も今のところ片側だけの通行ですが、4車線になってゆったりと伸びていますよ。こちら側は目隠しの防護柵が取り払われて見通しがよく見えました。ああ、これが東側の三塁側エントランスですね。将来できるはずの新駅から直行できる入り口にもなります。総合体育館の駐車場まで来ると、ちょうど F ビレッジを4分の3周したことになります。ガラス壁に向かっていくこの道路、胸高なるプロムナードになるんでしょうね。そうそう、この道路に入る道が作られるんですね。エルフィンロードから体育館の脇を通ってくるボールパーク1号緑道。この2つの橋台に架けられる歩道橋を通って F ビレッジに入るんです。そこで試しにエルフィンロードからボールパーク1号緑道を歩いてみました。札幌方面に向かっていくとこの看板が立っています。ここを左折してこのトンネルを潜るとボールパーク1号緑道、ほら、総合体育館が見えます。そして右に曲がると山形のガラス壁が見えるというわけです。ここから F ビレッジ前を走る道路を見下ろすことができます。そしてここから左に進んで向こうにできる歩道橋を渡るという具合です。ところで最近 F ビレッジの施設に親しみを持ってもらおうと、新しくできる道路や歩道橋に愛称が付けられたんですよ。
この道路につけられたのは F ビレッジの真ん中を通るということで、セントラルアベニューとなりました。この北新通りはそのものズバリのボールパーク通り。総合体育館前から線路沿いに向かう西浦通りは、シティセールスのコンセプト The Ambitious City にちなんでアンビシャス通り、それからレクの森側から F ビレッジに入るこの造成中の道路には、近くに高校や保育園があるので、未来を支える若者がここから生まれてほしいという願いを込めてユース通りと名付けられ、さらにここにできる歩道橋には、なんと新庄監督の呼び名ビッグボスが付けられました。大曲地区と西の里地区を結ぶ大曲戸戸山線、こちらからのアクセス道路、北広島運動公園線の造成工事も来年の開幕に向け着々と進んでいます。2023年3月開幕まであと9ヶ月。新球場は12月末に竣工を迎える予定です。ガラス壁や可動屋根もほぼ完成し、これから観覧席やフィールド、場内施設の工事が本格化します。あんなになんちゅうんだろうな、緩やかで、ああ人に優しい球場なんだなっていう感じしました。マウンドが近く感じられるので、もう選手さんとかとこう話ができるまでいかないですけれども、目見合わせたりとか、そういう場面もできればいいななんて。なんかいろいろなところでなんか、この、球場らしい工夫があるなと。すごい大きいスケールで、今後 の球場の出来上がりとかすごい楽しみな感じです。観客席とフィールドがすごく近くて、なんかなんだろう、見やすくて、なんかすごく楽しみな気持ちになりました。感動で胸いっぱいです。いや、そうですね、神さんのおっしゃる通りです。世界がまだ見ぬ球場の実現に向け、工事関係の皆さん、あと少しですよ、頑張ってください。